皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はこちらの最近の私の前髪の巻き方を紹介していきたいと思います。私もまだやっとできるようになったっていう感じで、私が紹介していいのかなって感じなんですけど、結構前髪の巻き方を聞かれることが最近多くなったのでご紹介していきたいと思います。昔よりも、少しはうまく巻けるようになったかなと思うので参考になれば嬉しいです。ではスタート。はい、では早速前髪を巻いていきたいと思います。まずこの長い触角とこの長い触角両方は、これはちょっと後でやるやつですね。でこの髪を巻いていくんですけど、この時にこっち用のを取っときます。ちょっとしたらこれを巻いていきます。サロニアのストレートアイロンを使うんですけど、ストレートアイロンでだったら何でもいいです。そしたらこれをここでくるん左に持っていきます。こうやってでこう持っていきます。こう、2回ぐらいやってもいいんですけど、一発でできたらこんな感じですね。はい、そしたらこのここと混ぜていくんですけど、ここの長い方を一回止めて、これをこっちに流していきます。こうやってこんな感じ、ヒュンってしたらこれとちょっと混ぜるというか合わせます。ここでしたらこれを取って、これはヒューってこのこういう感じでしの字みたいな感じ、こうやってヒューっとやります。そしたらこっちは完成しました。そしたら続いてこの長い方をまた内巻きにヒューってやります。この顔の輪郭に反るみたいな感じでこうやって巻いていきます。そしたらこの避けといた毛をこっちに持っていきます。ヒュッとこんな感じね。そしたらここと混ぜて、ここがちょっと三角になるような感じかな。で私が最近やっている前髪は以上です。崩したくない方、ここが大事なんでしょう。ここが同じなんか平行みたいな感じでヒューってなってればいいんですけど、なんかこうやって櫛ここでやっちゃうのはあんま良くない。やるならこうやってここ整えるぐらいですね。ここに隙間あんまり作りたくないので、私はこうやってやります。でこうスプレーをここにつけて、ここキューってやると下のとこだけ固めたりするとあんま崩れにくくなるので、出かける時とかはここにつけてあげるとおすすめです。で上からケープかけてもいいんですけど、今回は巻き方を紹介してみました。前髪の巻き方を変えてからかなり垢抜けたねって言ってもらえることが増えたので、皆さんもぜひ参考にしてもらえたらなと思います。左にグッていく感じで、こっちに行けっていう感じでやります。こっちもヒュッて手首をひねらせる感じでやっていくんですけど、上からこう来て下にだけキュッてやるみたいな感じで、下にだけ力を入れて巻いていきます。上の方から力を入れないでファーグーみたいな感じで巻いていきます。ここふわふわに巻いたら量産型っぽい感じにもなるので、量産型前髪って言ってもいいんじゃないでしょうか。このくるんっていう今流行りの前髪はぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。